の駅なんですけど、駐車場すごいいっぱいなんですよ。今気温は3度、結構寒いんですけど、皆さんここに泊まるんですかね。何やってんでしょうと思う。人がいない車がたくさんあるんですけど、不思議ですね。気温がすごく低くてですね、寒い日が続いてます。ただ日中は日が出てると車の中って結構あったかいじゃないですか。でちょっと試しにですね、車内があったかい時は空調を消して走ってみるようにしてみたんです。そしたらなんとですね、燃費が改善しましたね。やっぱり燃費って重要なんですね。燃費はエアコンの、エアコンから来る電気消費っていうのは大きいんですね。今気温2度、この寒さで暖房なしは少々辛いですね。この地域でも雪が降り、若干の積雪がありました。場所によってはもうチェーンがないと走れないような、状態でした。そこでですね、RX を持っててですね、どのくらい走れるか、エスティマも、同時に確認したんですけど、2台ともですね、走れました。あと一番、心配してたのは、雪道の、上り坂の停止状態からの発進ですね。これに関しては、急アクセルはしなくて、そーっと走り出すようなイメージなんですけど、特に問題なく発進できたので良かったです。エスティマの方も同様、上り坂、坂道発進できました。不慣れな方と言ったら失礼かもしれないですけど、さすがに、アクセルを強く踏んでしまうと空転して登れなくなってしまうと思うんで、そこだけ注意すれば、今のスタッドレス、エスティマのスタッドレスの状態と、この、RX は AWD なので、見てたんですけど、モニターで今の駆動輪がどこのタイヤが動いているか見ながら走ったんですけど、きちっと、4輪とも、駆動するような内容で、走れてましたので、問題なく雪道も走ることができました。もう少し、積雪があっても走り、走破性があるのかなと、感じました。あまり無理すると立ち往生とかになっちゃうとね、皆さんの迷惑になっちゃうので、どのくらいのが限界なのかっていうのを見極める意味でも、今後雪が降った時は、近場で安全な場所で確認してみたいと思います。
まあ、いざとなればねチェーンがあるのでチェーンをつけて、走っていきたいと思います。まあ、なかなかねあの雪道に雪山に、行くといつも行く機会がタイミングをしていて行けないでいます。まあ、まだ1月ですんで、今月来月と、まあ、タイミングを見て行けたら行ってみたいなと思ってます。エステマも、この RX も、特に、問題なく走れてます。順調ですね。一応この車もエンジンがついてるので、外気導入にしてあの空調オフにした状態にしとけば、まあ、エンジンからの暖かい風は車の中に入ってくるのかなと思うんですけど、さすがに今もう気温が0度まで下がってきました。まあ、さっき駐車場を出るときは、バッテリーは満タン状態だったんですけど、2メモリ入りましたね。走ってましたよね。ちゃんと走行してたにもかかわらずバッテリーの、減りがあったっていうのはわけわかんないですね。やっぱり寒いからあの消費の方が混ざっちゃうんですかね。充電より暖房をつけてるので。まあ、通常アクセルを緩く踏むと、エンジンは回らないで、まあ、バッテリーだけで、駆動してくれるんですけど、EV だけで駆動してくれるんですけど、もうちょっと踏んだだけですぐエンジンかかっちゃうんで、やっぱりそれだけバッテリーの消費が激しいんでしょうね。寒さで今気温は0度です。じっくりこの車の取説見てないんで分かんないんですけど、この EV モードって速度制限とかありそうですね。EV スイッチを押したら速度が超過してますとか、短期中ですとか、今 EV モードに切り替えられませんとかですね、拒否されることが多々あります。まあ、EV モードは本当にもうほんの少しだけちょっと動かすとかそういう程度にしか使えないんですかね。まあ、これから、この先、坂道を、まあ、インターチェンジ上がっていくんですけど、そこから EV モードにしてどこまで上がっていけるかちょっと試してみましょうかね。